高宗は、南層の第二代皇帝。慶炎元年、秀康妃を、長子の子として、修修杉屋を皇の感謝で生まれる。兄に、長白帝がいる。北層の大層の第四子の長徳宝の六世孫であり、大層の子孫で初めて宗の皇帝となった人物である。初代皇帝、高宗の実子である長が創生して、他に男子がなかったため、登園にあたる長が、 皇太子として迎えられ、昭三32年に皇宗から上位されて皇帝として即位した。南僧は金の要求により、毎年多額の再兵を献上していたが、この時期は昭三31年の海、両王の南僧遠征、そして海両王死後の南僧による金への反撃によって戦争状態にあった。金では清僧が即位し、 南宋の逆進行を撃退した。その後の清掃は南宋との関係修復に努め、構想も友好関係に努める中、剣道元年に和議が成立。この時の講和条件により金へ送られる再平負担は軽減されることとなった。余剰な管理の削減、当時乱発されていた海始の発行抑制、農村の生産力回復。 高難経済の活性化など様々な国内改革に取り組んだほか、高層時代に処刑された大金強硬派の代表人物、学費の名誉回復を行うなど、南層の前世紀を厳出した。その一方で、深海の強権的な政治に対する反省から、下挙官僚を中心とした次第武装を牽制するために、創出や武漢でも有能な人物を抜擢した。例えば、 公門トネリを設けて部署に合格した部官の中でも、学問に通じたものを、公門とネリさらにその上の近く文字に任じて、側近に加えている。また、最小を空位にすることも多く、北総南総を通じて最小が置かれなかった、期間のべ77ヶ月のうち53ヶ月が、高総の時代のことであった。この期間にも三地政治ら失勢は置かれていたとはいえ、 皇帝の力が強い時代であった。日本との関係では、平氏政権の平野清盛との日層貿易を行っている時期に相当するが、あくまで民間交流、貿易であり、正式な国交はなかった。厚氏広し16年、この長厚氏に上位して大上皇となるが、なおも実権は掌握していた。晩年は、孫の長広ぐの立太子問題などで、抗争と対立し、 不安になったと伝えられる。正規5年に68歳で放御した。藤本武氏、武士の清志洋南宋高層期の政治状況と、公門とネリ、初集藤本、風流天使と、君主独裁制北層期総長政治史の研究、ISBN 978から4から876984749高層の隆起比から高層に悲賓として、与えられた。は不明。 以上の日のいずれかである。厚式三年、天示から紫霞に降格された。以後は不明。以上の二人の死のいずれか可能性がある。ありがとうございます。